皆さん、こんにちは。奈良をこよなく愛する奈良オタク、ただうちかです。今日はですね、古事記は現代に通じるんだということをお話ししたいと思います。以前もお話をしたことがあるんですが、古事記を語るということを定期的にやっています。古事記という物語は語れば語るほど 現代人に必要ななな書物んんだよなといいう確信が強まっていくんですね古事記は古い本だから今の私たちには難しいばっかりで新しいことは何もないと思いきやここに書かれていることは今の私たちにこそ必要な言葉ばかりだと感じるんです日々生きてるといろいろあります。 何か成果が出たり成長を感じられたりいいことがあったり儲けがあったりちょっとでも昨日より良くなっているのを見つけられたらすごく嬉しいもんなんですけれどもでも多くの日常はむしろ退化していたりついてないなぁと思ったり損とまでいかなくってもすり減ったり傷ついたりすることが多い昨今な気がします。 世の中の希望や良いことって一体どこにあるんだろうかみたいなことを考えたりもしてしまうんですよね。古事記で天の岩戸の物語というのがあります。高間ヶ原に住む女神、天照大神。彼女は弟、スサノオの乱暴によって引きこもりになってしまいまして、 何とかしてこのアマテラスを外に出せないものか、神様たちが考えて、画策して、そして外に出てきてもらう、その一連のお話の物語です。アマテラス大神が引きこもりになったとき、世の中は闇に閉ざされたと古事記では書かれています。そして神々が力を合わせてアマテラスを外に出したとき、 世界が明るいというのは当たり前のことですけれども当たり前のことではないんですその時神々をはじめこの世にあるものは光が当たって顔が白く光りました昔の言葉で顔のことを「重」というふうに言うんですね「重」が白く光る。 これを面白いと言います。そうなんです。私たちの面白いというのは、実はこんな単純なことを言うんですね。逆に言うと、顔に陽光が当たって輝くだけでいいんです。生きること、明日が来ること、日が昇ること、これだけですでに面白いということなんです。古事記には、 こんなありふれていて、でも忘れていたことを思い出させてくれる、そんな書物なんです。ほな、あとは安んを頼んます。